はい、皆さん、筑波大学のアランヤです。これはプログラミングチャレンジ第7週、パーツ3、ストリングマッチ、ストリングマニピュレーションの、ストリング法、ストリングアルゴリズムと動的プログラミングについてを説明します。では、今回はなんか競技プログラミングで、競技プログラミングの中でよく出る問題が、ストリングの中の、探索ですね。このセクションで、この2つの問題、実は3つの問題を紹介します。これは、スティングアライメントと、ロングストカモンサブシクエンスと、あとは、なんか、パリンドロムのも紹介します。で、まあ、この3つを解くために動的プログラミングを紹介しますが、1つを、考えたいのは、前のビデオで紹介した KMP と Z アルゴリズムも、まあ、動的プログラミングに近いと思われるんですね。まあ、メモテーブルはキーアイディアだったんですね。では、そのスティングアライメントとロングストカモンサブシクエンスについて話しましょう。スティングアライメント問題が、こんな感じの問題です。2つのスティングを A と B があって、A と B のアライメントを計算したい。このアライメントスコアですね。アライメントスコアが A と B を変更して、A と B が同じにすることですね。A と B と変更してって何かというと、A と B の最初から最後まで見て、こんな感じします。もし AI と BI が同じであれば、何もしないでプラス2にする。もし AI と BI が違ければ、AI を BI に書き換えて、スコア、アライメントスコアがマイナス1になる。で、EI と AI と BI を比較せずに、AI を前にシフトするですね。そうすると、AI と同じ BJ と比較したいですね。それもスコアがマイナス1。で、逆に、AI を BI と比較して、することを諦めて、AI を削除する。まあ、同じ考え方で、BI の方がシフトする。それもマイナス1。まあ、実際にこの A と B を比較しましょう。A が ACAATCC。で、B が AGCATGC。ですね。で、こうすると、例えば、なんか、いろいろな、この4つの操作を選択して、スコアが変わっていくんですね。スコアはフィックスじゃなくて、この操作によってはスコアが変わる。例えば、ここだと、まず、A と A が同じで、で、マッチングした。で、次は G と C をマッチングしようとしたんですけど、実は C をシフトしました。シフトしましたので、マイナス1ですね。で、次はこの C とこの C を比較するので、これが同じで2。で、次は A と A を比較して、ここも A。で、これは A と T。A と T が違いますので、これはマイナス。で、次は G、T と G。これもマイナス。で、この C と C をマッチングして、これは2。で、この C が余ったので、この余った C が、ディリートする。ですね。まあ、B とスペースを入れると同じですね。これもマイナス。で、このスコアが2、マイナス、2、マイナス1、2、2、マイナス1、マイナス1。これはまあ、これを消えて、ここも消えて、2プラス2だったので、スコアが4。で、実際にこの2つの言葉の最適化スコアがこれです。まず、同じく A と A をマッチングして、で、G の場合だと、C をシフトする前とですね。この前、これは仕方がない。で、この C と C を比較して、A と A と比較して、で、この A が、下に A がないから、この A が削除する。これはマイナス。で、T と T を比較して、これはまあ仕方がないから、これはリプレイスするですね。で、C と C を同じですね。で、こうすると、2、マイナス、2、2、マイナス、2、マイナス2で、ここのスコアが7。で、この2つの言葉に対して、この7が最大のスコアとなります。まあ、この問題がどこが使うかというと、この問題のもう一つの名前が、ディートレヴディスタンス、またはレヴェンスタインディスタンス。これは2つの言葉の距離を目指す。距離というのは、例えば、なんか、スペルチェッカー、プログラム、コンピュータで言葉を書いて、
で、この言葉を間違ってるタイプがあるよとかで。で、そこで似てるのことが、似てるの言葉が出てくるんですね。この似てる言葉をどういうふうに計算することは、このスコアで、スコアが高い方の言葉で選択する。ある言葉に対してスコアが高い方の言葉が、その言葉の、一番近い言葉と考えられる。ですね。では、その最大のストリングアライメント、どういうふうに計算するかですね。さっきと同じ例で見ると、前端索っていうアイディアが、それぞれの文字で、マッチング、ノンマッチング、アド、ディリート。実はマッチングとノンマッチングが同じで、マッチ、アド、ディリートの3つの選択で、毎回するんですね。ここで3つ選択して、ここで3つ選択して、ここで3つ選択して。で、これは全てを選択しないといけないので、これは 3×3×3×3 なので、3の N 乗となります。結構この前端索が、ダメだよね。3の N 乗です。ただし、これはうまく GP を作ると、O of N の2乗で出てきます。ですね。じゃあ、その DP 法を、見てみましょう。まずは DP テーブルがこれですね。Vij。これは DP テーブルとなります。Vij って何かというと、A の言葉が1から i までと B の言葉が1から j までの、最大のスコアです。例えば、V11 がこの A とこの A の間だけの最大スコア。これは2ですよね。で、V12 ということは、この A とこの AG の最大スコア。これは2と、この G が余ってるので、ここはスペースを入れるから、1っていう値ですね。こんな感じです。じゃあ、初期条項は何ですか ?V00 が0。つまり、A と B が何もないだと、ここは1から始まると気をつけてくださいですね。ですので、00が、スコアが0。ストリングがないからですね。で、vi0 がマイナス 1×i ですね。削除のコストがマイナス1なので、v がないで、a が1、2、3、4なので、その a のある部分が全部消す。同じ考え方で、v0j がマイナス 1×j。つまり v から削除するんですね。で、これは初期条件。これはフォアループでする初期。で、ここから DP が、計算ができます。ボロムアップ DP が計算できます。これですね。Vij が、この C1 と C2 と C3 のマックスです。C1 と C2 と C3 を比べて、あとマックスを取る。C1、2、3は何ですかというとですね。C1 は V の i-1 と J の y-1。つまり、i と J を一つずつ戻って、で、i と j をマッチングするかミスマッチングする。つまり、i と j を比較すると、前のスコアプラス i と j の比較。で、2は、i だけを戻って、で、これは j の削除。つまり、ここまで比較して、これを比較せずに、これは削除する。で、逆に3が、ここまでの比較と、これを削除して、これを記録する。ですね。ですので、これをどんどん、Vij をすべてを計算することができる。DP のように、これをそういうのシミュレーターで見てみましょう。前、この2つのストリングが、ここにありますね。1つのストリングが AGC、ATCG ですね。で、もう1つはここですね。ACA、ATTD。で、これを、シミュレートしましょう。これはもう、初期状態を全部入れましたですね。00が0で、で、01、02、03がマイナス1、マイナス2、マイナス3。で、10も同じですね。じゃあ次はここから始まる。11。で、C1 がマイナス1ですね。だから1の選択がここから来る。で、A と A が同じなので、ここから来るとコストが2ですね。0プラス2。で、上から来ると A と、A だけと何も、スコアの削除ですね。で、ここから来ると、マイナス1とマイナス2が、マイナス2。で、ここから来ると、
マイナス。ですので、ここのスコアが1か2ですね。これはまあ前私たちも前を押してたんですね。じゃあ次はここに行きましょう。ここのスコアが A と G。まあ、ここの3つの選択を見ると、上から来ると、右から来ると必ずマイナス1ですね。だから、ここから上から来るとマイナス3。左から来るとマイナス、1ね。2マイナス1、1ですね。で、ここから来ると、これとこれと、同じであれば、A と G が同じであれば、2。A と G が違ければ、マイナス1。これは違うなので、マイナス1。なので、ここはマイナス3。ここはマイナス2。ここは1なので、ここのスコアが1。じゃあ、マイナス4、マイナス3、0。ここは0ですね。で、同じ。ここはマイナス1。ここはマイナス2。ここはマイナス3。ここはマイナス4ですね。じゃあ、次行きましょう。ここ同じですね。A と C が違うからマイナス1。あ、すみません。これはちょっと間違えましたね。ここが同じなので、A と A が同じなので、これマイナス5、これマイナス3、プラス2、マイナス1。で、これは0、マイナス1、これマイナス1。だから、これとこれ同じですね。これもとこれもマイナス1ですね。で、ここが、マイナス2、ここがマイナス3、マイナス、あ、まあ、スコアが変わらなかったですね。じゃあ次、C と A が違うから、これマイナス1、マイナス1、マイナス1なので、上から来て1ですね。で、次、C と G が、ここから来て1。で、C と C が同じですね。同じですと、ここから来て3ができます。ですね。で、C と A が、ここから来てマイナス2ですね。で、C と G が、ここから来て1。C と G が、ここから来て0。で、ここから来て、マイナス1となります。で、これをすると、A と A だから、ここから来て、これは0で、ここも0なので、これで、これは0ですね。A と1が、1と1、1なので、まあ、こことここがマイナス1。で、これは3と C なので、ここからだと2ですね。で、A と A なので、ここで来ると5となります。で、そうしていきますですね。4と3と2ですね。で、こう来て、A と A が、マイナス1、マイナス1、マイナス1で、マイナス1で、マイナス1で、で、これ5となる、2となるので、これは4ですね。で、これは、4となって、で、これは3と2。で、これは、まあ、マイナス2。ということです。これで進んで、まあ、最後にここは7までを見ていきます。まあ、こんな感じで DT で、その最大の、ディスタンスがわかります。ちょっとこの大きな方から行くと、この4が、DT と T で行くので、これは6になるんですね。で、この6が、C が行きますので、これは5になって、で、ここが、7になります。ね、まあ、もしくは、はい。まあ、これは、スティングディスタンスのボトムダウンの DT となります。で、実は同じ方で、あと違う問題が解くことができます。それは longest substring、longest common subsequence。longest common subsequence が、なんか数字の方でも見たんですよね。なんか DP の時です。で、ここは、string の時だと、前のオブリスムで、実は、その、コストが変われば、同じ問題を解くことができます。例えば、まあ、longest common subsequence って何かというと、A が同じ ACAGCC と B は AGCHC だと、longest common subsequence が両方で同じ文字ですね。ここが AC で、
で、ここが ATAT で、この最後は C が同じですね。まあ、こんな感じですね。A と C と A と T と C です。これは Longest Common Subsequence です。これはなんか String Alignment のちょっと変わって解くことが可能です。何が変わるか。String Alignment だと Mismatch のコストがマイナス1。ですけど、Longest Common Subsequence がマイナス無限。まあ、無限ということが結構低い。マイナスの値を使います。で、インサートとデリションが、ストリングアラインメントでマイナス1だったんですけど、LCS のコストが0となる。で、マッチングのコストが、前は2だったんですけど、今回は1となります。で、これ、コストだけ変わると、細部に来るのは、なんかその、longest common subsequence の最大のサイズが出てきます。じゃあもう一つ、ちょっと違うオーグリスムが必要な問題です。これはパリンドロム。パリンドロムが分かる人がいると思うんですけど、S が S の行列の文字列に対して、S と S の逆が同じ。例えばこのマダムですね。右から読むと、左から読むと、MADAM。で、右から読むと同じく、MADAM。これはパリンドロムです。で、よくこれ、これは競技プログラムで出てきます。なんか、パリンドも見つけてください。パリンドも作ってください。なんか、このストリングの中にパリンドも探してください。よくあります。で、ちょっとなんか、このパリンドの例を見てみましょう。例えば、一つの問題が、あるストリング T の中で、その T、あるストリング T に対して、その T の中で一番長いパリンドも見つけてください。ですね。例えば、アダムの中に、A で ADA が隠してる。マダムの中にマダムですね。まあ、これはもうパリンドムです。これね、Never odd or evening っていうことが、この ENG を取ると Never odd or even ですね。これもパリンドムですね。NEVE、NEVE、RODDO、RODDO ですね。で、次はこれですね。なんか、これ結構面白いですね。レース F1、カーフェスト。で、この F1 と Fast を抜くと、レースカーとなります。これもパリンドルですね。では、これはまず自分でちょっと考えてみてください。パリンドルを見つかるために、完全探索で見つかるか、それともスティングアライメントで見つかるかですね。まだ3つの方法で今度は説明しますので、まずこの二つの方が解けるかどうかを考えてみてください。じゃあ続きます。じゃあパリンドロムが、VP で、見つけます。パリンドロムのテーブルがこの len ij ですね。i と j、len ij が前の DP 法の意味はちょっと違うんですね。前の DP 法が i、なんか、A の I までと B の I までのスコアなんですけど、これはストリングが一つしかないので、これは I と J の中、インデックス I とインデックス J の中の一番長いパリンドルも出てきます。ですね。初期状態が L と R が同じであれば、LR が1ですね。つまり、斜めが全て1を入れます。で、次が、L と R が隣同士。の場ですね。そうすると、SL と SR が同じであれば、2ですね。なんか AA、BB、CC とかですね。違ければ、1ですね。どちらかですね。この2つだと、なんかその言葉、あとそのスティングのそれぞれの真ん中で、パリンドロムの計算を行います。ですね。で、その初期状態の中にトランジションがあります。そのトランジションが、L と L が同じであれば、LL の、行列のサイズが2プラス、前の方ですね。これは、まあ、2つの言葉、あと、2つの文字が同じければ、その中の一番長いパリンドムとプラス2ですね、このエッジ。同じじゃなければ、一つ L だけを入れるか、R だけを入れるか、そのパリンドロムの長さをチェックします。
それはここでちょっと、レース F1 カーで見てみましょう。これは初期状態です。で、ここで見る通りに、実際に、パリンドロムを GP で計算するときに、行列をすべてじゃなくて、この上だけで計算すればいいですね。じゃあ、R と R の中に一番長いパリンドロムが1。A と A の中に一番長いパリンドロムが1。ということをするんですね。じゃあ、これを計算しましょう。R と C が同じで、ですので、あとこれは変わらないですね。で、R と E も、すみません。この斜めでチェックしますですね。で、A と E が同じですので、ここも同じですね。なんか先の、マックスだけを取ります。で、これも、F と C が同じですので、これを取ります。で、E と1が同じですね。ここで取ります。F と C が同じですので、ここで取ります。1と A が同じで、C と R が同じで、ここは終わりました。じゃあ次はここからです。R と E が同じで、F と A が同じで、C と H が同じで、E と C が同じで、F と A が同じで、1と H が同じです。つまり、1から R までのパリンドロムがなしですね。ここも E から C までの間のパリンドロムもなしということですね。じゃあ次は R と F。まあ、これも違うで、A と1、ここも違うで、これは C と C、これは同じですよね。同じですので、R プラス1と R マイナス1。つまり、こことここですね。ここを見て、ここプラス2。ここが3。つまり、この C と C の中で、一番長いパリンドロムが、この2つの文字を取って、で、この中のどれも取れば、三つの文字のパリンドロムとなります。じゃあ次はここですね。E と A が違うから1で、F と R が違うから1ですね。じゃあ次ここ R と H が1で、これは C と A。で、ここは違うんですけど、ここの3があるから、C と A があっても、一番の長いパリンドロムがこの C、F、C とか、あと C、H、C とかですね。だからここは3。で、ここは C と A だから、まあ、でもここも3ですね、このマックスを取る。E と R が1。で、次は R と C で、この3をここにコピーして、で、ここは A と A が同じだから、ここから5といきます。で、これは C と R が違うから、ここは3。で、これは3と5の最大が5で、で、A と R が違うから、ここも5。で、ここは R と R が同じだから、ここにコピーして、7となります。だから、練習カーの中で一番長いパリンドロムが7ですね。これは R と R と A と A と C と C。これは6になりました。で、この3つの中のどれかを取ります。ですね。まあ、これはこのパリンドロムの、DP となります。はい。で、これは DP の終わりですので、最後には、tree についての、紹介したいと思います。tree が何かというと、tree がそのデータ構造の、文字列の特別なデータ構造です。これは、その文字列のすべてのサフィックス。例えば、この car と cat と rat。この3つの言葉のすべてのサフィックスを考えましょう。例えば、カールのサフィックスが CAR と AR と R。カットのサフィックスが CAT と AT と T。で、ラットのサフィックスが RAT と AT と T。ですね。AT が2回あって、T が、これはちょっと間違ったんですね。ここを無視してください。これはないですね。で、このユニークのサフィックスが、こんな感じです。このすべてのサフィックスがあるので、そのサフィックスが、層として、で、キー構造で作るんですね。例えば、A が、こっちの A で、AR と AT があるから、
AR と AT の記号図を作ります。で、次 C は CAR と CH があるので、CA にして CAR と CAT があります。で、次は R。R が RAT がありますですね。で、次は T。この記号図があって、これはすべてのサフィックス、なんかディクショナリーのすべてのサフィックスを、想定しています。これは何のためにやるのかですね。何に使えるのか、この記号図、この記号図は。実は、このトリーだと、そのサブストリングのマッチングができます。例えば、この GATACA のストリングを、トリーを作りましょう。トリーはまあ前のこんな感じですね。なんか A があって、ASA ドラですね。で、あとは、ACA もあるんですね。ここは ACA。で、次は、TAGACA があるんですね。TAGACA。これはまあ前のトリーの、この言葉だけのトリーで。で、この中のサブストリングを見つけたいなら、サブストリングがここで記号図をさ、この記号図で探索すると、サブストリングのカウントができる。例えば、GATACA の CA のサブストリングを見つけたい。CA をサブストリングを探したいだと、まあ、ここに C いて、で、次は A いて、で、これは Y。これを行くと、この言葉の中で CA が一つしかないとわかる。で、GA だと、ここが D と A ですね。で、ここから2つのパスがあるから、この言葉の中で GA が2つがあるとしてるんですね。この A の、変が2つがあるから、GA が2つがあるとしている。じゃあ、例えば TAG。T で A で G。これがあるので TAG もあります。で、じゃあ TT。T で、また T から T がないので、つまり、このストリングの中に TT がないということが理解する。ですね。こうすると、なんかこの記号図があれば、ストリングマッチングが、すぐ早く見つかることができるんですよね。はい。でもこれだけではないですね。例えば、これはなんかこの記号図の全てを調べるけど、なんですけど、これを見ると、この辺が一つしかないので、これは圧縮することができます。ですね。これは TAGA じゃなくて、ここのレーベルが TAGACA ですね。こうすると、これは結構小さな記号図になりますので、前で紹介したアルゴリスムが、すぐ本当に早く解くことができる。ただし、アルゴリスムが早くなるんですけど、記号図を作るには時間かかる。ですね。だからそれをよくバランスしないといけないですね。で、例えば、ストリングマッチングのどれぐらい早くなるんですね。なんかもしそのスフィックスツリーがあれば、ですね。M をT の中に探すとは O of M プラス OCC。つまり O of T ならない。T がどれぐらい大きくても M を探すのは O of M プラス OCC だけですので、このトリー、ストリング、あとこのサフィックストリーの中の、探索がすごい早いとなります。ですね。例えば、あと A を探すのはここで A いて、このインデックスがあります。7531のインデックスが入っています。あと、もう一つは、longest repeated substring。longest repeated substring というのは、そのストリングの中で、何回繰り返しているサブストリングの探す。ですね。これはどうやって見つかるかというと、そのトリーの真ん中のノードですね。この真ん中のノードが、リピーテッドサブスティングになる。例えば、A が真ん中のノードに、真ん中の頂点に出てくるので、この頂点の辺が、4つの辺があるので、A が、このストリングの、この言葉の中で4回が出ている。と、GA が、この GA がもう真ん中の頂点なので、GA も、何回繰り返している。で、この頂点の辺が2つなので、GA がこの言葉の中で2回が出てきている。一方、CA を調べると、CA が真ん中の頂点がないから、
シエイがこの言葉の中で1回しか出てこないっていうことです。あと、2つの言葉、M と A のところがいて、その2つの言葉の longest common substring。それは前でなんか DP で計算しましたけど、これは T で簡単で探すことができる。これはどういうふうに作るかというと、まず MN をくっついて、で、その、tree を作ります。ですね。で、その tree の中で、M と N の、longest common substring を見つけます。ですね。この真ん中のノードが、M と N に両方、入っているサブストリングをシェアします。ですので、ここの tree を見ると、A が両方のサブストリングに入っている。TA も両方のサブストリングに入っている。CA, DA, TA も両方のサブストリングに入っている。一方、TA, GA, CA が片方のサブストリングしかない。これは最後までいってるからですね。ですので、前で勉強したアルゴリズムだと、繰り返して、同じストリングで繰り返して何回何回何回もやるときだと、スフィックス T を作るのはいいかもしれないですね。で、実際には、サフィックス T を作るよ、いくつかのアルゴリズムがある。まあ、結構複雑なアルゴリズムで、O of N で、サフィックス T を作ることができる。まあ、今回紹介するのは、もう少し簡単な、プログラミングしやすいアルゴリズムで、これは Array で使って、サフィックス T を作る。これは O N log N。まあ、簡単で言うと、結構今までこの講義で、紹介したアルゴリズムは一番複雑なものなので、ちょっとこれは、コードコメントしながら、後でゆっくり勉強してください。で、このコストが ON log N なので、1回だけマッチングする、1回だけ longest substring を計算すると、これじゃなくて前のアルゴリスムを使った方がいい。一方、同じストリングで何回何回もマッチングした場合だと、まあ、tree を実装することを検討した方がいいかもしれない。ですね。じゃあ、サブスティングツリーの、作り方のアイディアが簡単です。アイディアはあまり難しくない。まず、ある言葉に対して、すべてのサブスティングを作ります。例えば、このガッタガッタの中から、じゃあ、アッタガッタ、つまり、タガッタ、つまり、アガッタ、で、次はガッタ、赤、あ、あ。これ全部作る。で、これはなんかそのアレイに入れます。これはストリングのアレイですね。ストリングが8つがあるから、アレイもサイズがある。で、次は、そのアレイをソートすることです。でも、ソートするときに SA をキープする。ですね。これだけ。ですね。ただし、このソートが、気をつけないといけないですね。ソートはうまくしないと、この、なんかこういうふうな ACA、AGCA にならないけど、まあ、通常のソートがこうなるんでしょうですね。だから、これを作って、ソートして、ストリングアレイを作られます。ですね。ちょっともう少し早くするために、このバケットソートで、紹介します。あ、すみません。これは、O of N log N ですね。あ、すみません。これは O of N の、ストリングアレイです。何かというと、あ、これは O of N log N か。あ、そうだね。これは、なんか N 回を作って、で、ソートして、これは実は、N log N じゃなくて、これは N 乗 log N 乗。だから、なんかただソートするだけで、こういうふうに、これのバケットソートで、比較します。ですね。で、この特別なコンパリソンを作ります。この特別なコンパリソンが、その T の中で比較するので、サブストリングを作らずに、インデックスだけで比較する。ですね。で、まず、初期化としては、N がその
t のサイズを計算する。で、次は、その sway がその、これですね、なんかそのストリングのインデックス、つまり i とストリングのインデックスを作ります。で、この sway と sway のソートします。これだけすると o of n スクエアログ n。で、それじゃなくて、o n ログ n。これは t max n で into n と言いますですね。で、ra が、と temp ra。これはバケランキングソートみたいですね。で、sway がこれはなんかその結果の。これ作りたいのはこの sway です。で、このカウンティングソートを作ります。カウンティングソートが何かというと、なんか、ストリングの数をわかるので、バケットが作ることができる。これはレイディクスソートに近いです。例えば、なんか、あと、アスクチャラクターが25号があるので、マックスが、300とにします。ですね。で全部、まあ、C を、なんか、このテンプの C を作って、これは0にして、で、この中で、バケットソートを行います。で、この3つのフォーループをして、どんどんこの SA をアップデートします。で、このソートを作った後に、実際に SA を作ります。で、SA が RA と SA を歩いて、カウンティングソートを、1つずつを作っていきます。で、まあ、これを作った後に、どういうふうにストリングマッチングが行われますね。これは、なんていう、まあ、機構造ですので、アレイの機構造が、マッチングするときのと、あと、微分探索が必要ですね。例えば、GA を見つか、探すときに、まずは真ん中で A。A が GA の前なので、次はここですね。で、GA が同じなので、じゃあ、ここをアップして、GA がここにあります。インデックスを読んで GA を見つけました。で、longest repeated substring を探すときだと、この、まずこの GA を歩いて LCP を作ります。例えば、ストリングは、これは、longest common substring の i と i plus 1。これは1だけなので、longest common substring が0。で、こことここが違いますので、longest substring が0。でも、こことここが a が同じなので、これを比べると、longest common subsequence が1ですね。次は、こことここも longest substring が1で、で、ここも1なので1ですね。で、A と C が違うから0。G と C が違うから0。これは GA と GA なので、この common, longest common substring が2となります。で、これを全部歩くと、このストリングの中の longest repeated substring が2と理解ができます。で、longest common substring だと、2つの言葉をここに入れて、前と同じアルゴリズムを行います。はい。これは、今回の授業の最後となりました。じゃあ、今週の課題を簡単に紹介します。まず、immediate decodability が最初のビデオで説明しましたが、このセットの中の、プレフィックスが入っているかどうかをチェックするだけです。まあ、これは全探索するか、それともなんか全探索のプルニングすれば、解けるじゃないかと思います。次は、シザサイファーも、まあ、なんか、最初のビデオで、紹介しました。これは、なんかその、隠している言葉の中に、このディクショナリーが入っているので、それはシフトしながら、解除できるかどうか。次はパワーストリング。パワーストリングが面白いものなんですね。まず、S が来ました。で、その S が、の中に、その、繰り返しのストリングを見つけたい。まあ、インプットとアウトプットを見ると分かる。例えば、ABCD の中で、この repeated substring がないから、
パワー、あと、ミニモムスティングが ABCD ですね。ABCD イコール ABCD。一方、AB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  の中で、これは AB の4回なので、ミニマルスティングが AB。で、N が4。AB の4回。で、これはカラカラ。カラカラが、このカラのスティングを2回入ってます。ですので、N が2カラカラ。で、次は ABABABA。まあ、まずはこれは AB がミニムと思うんですけど、でもこの A が残っちゃいますので、実はこのスティングの中で、ミニマルは ABABABA。なんか、このスティングが同じサブスティングに分けることができません。だから N が1ですね。ここは、いろいろな解き方があるんですね。search で、なんか、例えば、1で試して、2試して、3試して、そういうことができるんですけど、それは、TLE になるかもしれないですね。ですので、なんか、ちょっとこの探索法でどう書けばいいのか、なんか、その DP を使おうか、tree を使おうか、いろいろな考え方があるので、まあ、これは、なんか、思ったほど難しくない問題なので、ぜひ、試してみてください。次は、Where is Waldorf? Where is Waldorf は、まあ、ストリングマッチングの問題なんですけど、ちょっと、そんなに難しくなくて面白いのがあると思います。何を言ったか。まあ、これがあって、なんかこの、まあ、マガジンみたいで、この文字列の中でこの4つの言葉を探せない。例えば、ワールドオフだと、2のと5がありますね。だから、1、2と5じゃなくて、じゃあ、2と1、2、3、5。これですね。ワールドルフ。これじゃないですね。で、ワールドルフ。ここですね。ワールドルフが入っています。で、次は、バンビー。バンビーは2と3ですね。何ですか ?B。BAMBI、バンビーですね。次はベティ。ベティは1と2ですね。これはベティですね。で、次はダグベット。ダグベットはここの中どういうことなんですね。これはまあ見つかるのは、この課題です。まあ、あまり、あと、この行列はあまり大きくなくて、まあ、これは TLE になると思わない皆さんですね。ただなんかちゃんと前、後ろ、右、左の探索をちゃんと書けば、大丈夫です。あとは、なんか、大文字と小文字が区別しないし、で、言葉は前と、なんか、上と下、右と左もあります。で、次は、extend と palindrome。extend と palindrome が、そのパリンドロムに関する問題です。授業中で、見せたアルゴリズムが、言葉、ある文字列の中のパリンドロムを探す。で、これは逆。ある文字列に文字を入れてパリンドームを作れっていう問題です。例えば、アレートの場合だと、アレート、RELA を入れるとパリンドームになる。ABCBA がまあそのままでパリンドームです。で、ここは AAAALLLL だと、AAAALLLLAAAA でパリンドームになります。ですね。だから、これはまあパリンドームの作り方です。これはなんか、まあ、よく考えれば、まあ、それに難しくなるので、まあ、その、パリンドロムの DP じゃなくて、例えば KMP とか Z4 とかでも、解けるかもしれない。どのアルゴリズムをどういうふうに作ればいいのかを考えてみてください。で、次は、ストリングパティションですね。これはまあ、アドホック問題に近いですね。数字の文字列があって、その数字の文字列を、いくつかに切りたい。例えば、最大の、1文字が、32ビットですね。だから、この12345542231が、これは32ビットに終わるので、じゃあ同じを出力する。一方、この54211の12345が32ビットを超えてしまいますので、2つに分けないといけないですね。ですので、ここで分けて、
5と4を足して5、3、2、1、1、2、3、9となります。で、この0、0、0が、まあ、全部足すと0となります。で、これはまあ一番わかりやすいですね。1、1、1、たくさんがあって、これ32ビット以内で切り替えると、あと、切ると、この1、1、1と、この1、1、1と、この1、1、1で、で、足し算が3、3、3、3、3となります。ですね。まあ、どこで切ればいいのか、どういうふうに切ればいいのか、ぜひやってみてください。あとはプリンスとプリンセス。プリンスとプリンセスが、プリンスとプリンセスが、あと2人ともお散歩に行きます。で、お散歩の中で行く場所が数字で表します。プリンスとプリンセスが必ず1で始めて、n-1 で終わる。でも真ん中の行く場所が違う。で、その2人のお散歩のルートが同じになるように、その行ってる場所の削除したりとか、シフトしたりしてください。これは、ストリングアライメントと、ロンゲストカノンサルシクエンスのどれか。ですので、この問題を見てどれかを選択してください。最後は Life Forms。ライフフォームスが、まあ、この問題、このプログラム、今週の多分一番難しい問題になると思います。インプットがいくつかの、遺伝子が、まあ、この文字列は遺伝子と考えて、で、その遺伝子の、この第1名の遺伝子と第2名の遺伝子と第3名の遺伝子の、一番大きな、サブスティングを見つけないといけない。ただし、一番大きい、半分以上の遺伝子だけの一番大きなサブスティングですね。例えば、ここだと、BFGS と BF が、これはなんかこの2つだけなので、なんか3つを考えると、ここだけのストリングが3つにあります。CDGEF ですね。でも、3つじゃなくて2つだけ考えると、もっと長いサブスティングが見つけます。で、これは長、あと半分だけで結構ですので、そのストリングセットの中で半分以上の一番長いサブストリング、コモンサブストリングを見つけてください。これはちょっと、なんか Z 法を使うか、それとも、Tree を使うか、まあ多分これは Tree じゃないと解けないかもしれないので、まあ、Tree を勉強して、これをぜひ解けてみてください。じゃあ皆さん、これで、今回のビデオが終わりましたので、みんなぜひ、ストリング問題を頑張ってください。じゃあまた来週は、数学問題と、書き方の問題になります。では、以上です。